こんにちは。TSFCM Tech School for Change Makers を運営しております。中条隆之と申します。自己紹介はこんな感じになっております。今日は先光花火を作っていこうと思います。先光花火ですね。私、ドイツのベルリンというところにですね、住んでいますので、日本のあの独特の可愛らしくて、なんだろう、ピカピカ光るような先光花火みたいなものはないんですけど、ユニティで作れば簡単に 誰でもですね、ワールドに入ってみんなで先行花火を楽しむことができますので、それをですね、作り方というのを今回はご紹介していきたいなと思います。それでは引き続きよろしくお願いいたします。教材として、こちらのクラスタークリエイターズガイドに書かれている手持ち花火をパーティクルで作るというのをやっていきます。これを少し改良すれば、誰でも先行花火が作れると思いますので、 やっていきますね一旦テストで作ってますので、少しお見せしますと、はいまあ、こういうワールドがありましてですね、実際にサンプルが用意されているので、まあ、サンプルはこんな感じで赤い光が出たりしたり、ピンクだったりしますね。ただちょっと線光花火っぽくはないので、ちょっとさっき改良してみました。 それがですね、こちら。はい。少し飛ばす量を少なくしてますね。はい。わかりますかね違いが。ちょっと違うんですけど、こんな感じのをですね、今日は作っていこうと思います。はい。ではですね。まず、この Unity で、上のですね、こちらのクイックスタートですね。 クイックスタートを押していただいて、少し下の方に行っていただくと、Unity Project をダウンロードするというボタンが答えますで。まあ、テンプレートの他にもサンプルみたいなのがあったりするんですけど、今回はテンプレートワールドを使っていきましょう。どっちでも大丈夫なので、まずはこちらの Unity Project をダウンロードするというのをクリックしておいてください。で、開きますね。そうしますとですね、ZIP ファイルがダウンロードしますので、回答をします。 今回使う Unity のバージョンはですね、2021.3.4f1 ですね。こちらもしダウンロードしてない方はですね、ダウンロードしておいてください。こちらのですね、上の方のプレリリーシーズのところから、このインストーディターでですね、で、このアーカイブから、ダウンロードアーカイブですね。ちょっとややこしいですけど。で、この中にですね、2021.x の中の3.4がございますので、 この辺かな ?3.4。これか。2022年5月31日。こちら Unity Hub をですね、クリックしていただければダウンロードできます。ダウンロードする際にですね、この、よいしょ。Android と、あと WebGL と iOS にチェックですね。で、Mac の方は Windows もダウンロードしたいですと。あとは、 Windows の方は Mac OS もですね、ダウンロードしておいてください。で、この状態でですね、このオープンですね、プロジェクトに戻ってもらって、オープンですね。先ほどダウンロードしました、クラスタークリエイターキットテンプレートをですね、開いてください。そうするとですね、自動的にエディターバージョンが 2021.3.4F1 としてですね、ダウンロードされます。 はい、でですね、開きましたら、このような感じで、Unity の画面がですね、立ち上がるかなと思います。で、右上のですね、こちら、レイアウトのところをですね、2倍3にしていただくとですね、こんな感じで、左半分がシーンとゲームの画面になって、右半分がヒエラルキー、プロジェクト、インスペクター、この3つになっていると思います。で、このですね、プロジェクトは、今、自動的に2カラムになってるんですけど、 ワンカラムにした方が個人的には見やすいかなと思います。でですね、まあ、クラスタークリエイターキットテンプレートにいろいろとこうサンプルがですね、何個か入ってるんですけど、まあ今日はこの辺はですね、解説しません。これは別のですね、まあ YouTube の動画とか、あと Udemy の講座で、まあ、詳しい解説してますので、もしよろしければそちらの動画をご参考にしていただけると幸いです。ではですね、早速作っていくんですけど、一旦この プロジェクトのですね、プラスマークからシーンを新しく作りましょうか。これですね、シーンですね。プロジェクトのプラスマークからシーンで、ジャパニーズスパークラーっていうのを作りましょうかね。ジャパニーズスパークラー。ちょっと一回さっきテストで作ってたんですけど、はい。ジャパニーズスパークラースパークラーって合ってるのかわかるんないですけど、スパークにしましょうか。ジャパニーズスパークというのを一個作っておいてください。 さっきテストで作ってたのは消しますね。で、この Japanese Spark というのを作ったらですね、ダブルクリックで開いてください。そうですね、ヒデラルキーの中に Japanese Spark があって、メインカメラとディレクショナルライト。この2つがあるかなと思います。が、このメインカメラの方はですね、使わないので、こちらは削除して大丈夫です。右クリックでデリートですね。で、今、ディレクショナルライトだけがある世界なんですけど、ここにですね、2つ 加加ええるる必要があるので加えますねこのプラスマークからクリエイトエンプティもう一個しましょうかプラスマークからクリエイトエンプティスポーンポイントとデスポーンハイトを作る必要がありますこの辺の解説はですねまた別な動画とかあとユーデミーのやつとかで解説しているのでちょっとこの辺はサクッと作ってしまいますねこのユーザーが出る出現する場所をスポーンポイントと言ってますねでこのインスペクターのアットコンポーネントから スポーンポイントを検索して、はい。加えてあげて、もう一個ですね。このゲームオブジェクトをデスポーンハイトにしてもらって、アットコンポーネントでデスポーンハイトですね。はい。で、これでですね、高さはちょっと変えましょうか。ポジション Y 軸をマイナス2。で、スポーンポイントは3でいいですかね。 でスポーンハイトはですね、ユーザーがそれ以上下に行ったら戻る場所、スポーンポイントに戻る地点ですね。で、あと、ちょっと一個、最後、3D オブジェクトから、プレインですね。このヒエラルキーのプラスマークから、プレインを選択して、で、ポジションですね、000にしましょうか。はい、こうすることによって、こう、ユーザーが出現する場所と、あと地面と、それ以上下に行ったら下がる。 場所、でスポーンハイトは作られたかなと思いますので、一旦これ実行しますね。実行するとですね、この緑の丸からユーザーが出てきて、こう移動ができて遊べる空間みたいなのが作れていると思います。で、これは落ちると、スポーンポイントからまた出現するって感じですね。落ちると出現すると。はい。でですね、ここに線香花火を今から作っていきます。はい、ではですね、この パーティクルシステムというのを今回は作っていくんですけど、まずですね、ここに何か先行花火を置きたいので、プラスマークで一旦クリードエンプティで、まあ、何もない発光みたいなのを一回作りますね。で、ポジションも一応000にしましょうか。はい。で、名前をですね、ジャパニーズイスパークラにしましょうかね。J スパークラー。 でですね、この中にいろいろと機能を追加していきます。ちょっと見てみましょうかね。この記事だと、あ、これ打ち上げ花火になってますね。打ち上げ花火じゃなくて、今回やりたいのは手持ち花火なので、多分手持ち花火もどっかにあるはずですね。打ち上げ花火も私作ったことあるんですけど、結構いいですよ。あの夜の空間にしてこう花火が上がると結構素敵なので、ぜひ。 これもおすすめなんですけど、今日はですね、あの、ちょっと日本っぽい手持ち花火にしたくて。で手持ち花火って言っても、先行花火ですね。ちょっと先行花火って検索しましょうか。右上。っさっき出してたんですけど、すみません。消しちゃいました。先行花火。で、検索すると出てる、てこない。先行花火じゃ出てこないか。あ、出てきた。手持ち花火。はい。これでですね、手持ち花火をパーティクルで作るということで、 はい。まあ、こんなのを作っていこうかなと思ってます。で、サンプルがなんか用意されてたので、ちょっとサンプル見てみましょうかね。このダウンロードっていうボタンを押してもらって、そうするとですね、こう、ハンディファイアワークスっていうのが出てきます。で、これをですね、クリックすると、はい、こんな感じでインポートできますので、まあ、インポートをしましょうか。普通にですね、ダウンロードしたのをこのプロジェクトのところにですね、持ってっても大丈夫です。この、右クリックで、 このリビールインファインダー。私 Mac なんでリビールインファインダーですけど、多分 Windows の方は OpenExplorer みたいなのがあると思うんで、まあそれを押してもらうとフォルダがですね、立ち上がるので、まあそのフォルダのですね、フォルダーをまあどっかに今ダウンロードしたまま持ってきて、ダブルクリックしても同じようにインポートできますが、まあ今回はですね、シンプルに、なんか Mac の機能で今入れちゃいましたけど、これですね、Handy Fireworks ですね。 で、これでですね、どれかなプレファブですね、多分プレファブズの中にハンディファイアワークスがあるので、ちょっとこれ、ヒエラルキーに持っていきましょうか。はい。どうでしょうこんな感じで、なんか落ちてますね。実行してみましょうかね。実行しますとですね、この真下に、今、はい、落ちてますね、何かが。これクリックすると、掴めるのかな つか、はい、めましたね。で、これで、こんな感じで、はい、花火が遊べますね。まあ、なので、ぜひ、やってみてはいかがでしょうか。こんな感じの花火がですね、できますね。はい OK です。じゃあ、実行止めてもらって、このね、花火をもうちょっと先行花火っぽく、今回は作っていこうと思います。ではですね、早速やるんですけど、 これやりましたね。ヒエラルキーから右クリックでゲームオブジェクトを作って、で、今回名前をハンディファイアワークスではなく J スパークラーにしてますけど、まあこの辺の名前は正直何でもいいですね。これを左側に持っていきましょうか。でですね、FX からパーティクルシステムというのがあるので、作りましょうか。このヒエラルキーの今作ったこの J スパークラーですね。こちら右クリックで エフェクツからパーティクルシステムですね。じゃあクリックすると、はい。こうなんか光の感じが出ていますね。これが、はい。パーティクルですね。一個一個が小さい画像みたいになってて、それが出現してますね。はい。でですね、ちょっと設定何個かしていく必要があります。この辺はもう淡々とですね、記事読みながらやっていただいた方が早いかなと思うんですけど、も、ま、う、あ、ちょっとやっていきましょうか。 バーティクルシステムをですね、クリックした状態で、インスペクターの中ですね、スタートサイズというのがあります。これですね、この上から5、6個目、1、2、3、4、5、6、7、8個目かな。でここですね、0.05なんですけど、0.05だと、はい、こんな感じで0.05にすると、こんな感じでちっちゃくなりましたね。はい。で、これを今度はもっとですね、こんな飛ばしたくないので、短くしたり、 します。そうしましたらですね、今度、シェイプモジュールを開くということで、シェイプモジュールを開きましょうか。このパーティクルシステムの中の少し下にですね、シェイプというのがありますね。エミッションの下、シェイプ。で、この中にですね、この、ラディウスというのがあります。これを限りなく0にして、一番小さい値が0.0001ですね。はい、これにしていただくと、これめちゃめちゃ、 幅を狭められるんですよね。なんですけど、今回はですね、ちょっと先行花火にしたいので、これコーンじゃなくてですね、ここをスフェアにします。そうするとですね、こう、円状に焼きます。これでなんか花火ができたりするんですけど、今回はですね、先行花火なんでこれを、もうちょっと狭めたいんですけど、まあちょっとこの辺はなんで一旦無視して、こうですね、 まあ速度も変えられるんですけど、ま、速度はこのままで、ここですね。パーティクルが消えるまでの時間を短くしたいので、ま、花火みたいになっちゃってるんで、これを先行花火っぽくするには、このスタートライフタイムというのをですね、短くする必要があります。なので、またですね、このパーティクルシステムの中ですね。パーティクルシステムの中のリミットはこれですね。今5になっているので、ここを限りなく、 少なくするんですけど、0.01だともう見えないので、0.02ぐらいですかね。一応記事には0.2なんですけど、でも0.02ぐらいではちょうど先行花火っぽくなっていいのかなと思いますので。まあ、0. もうちょいやってもいいかな。3ぐらいやってもいいかもしれないですね。はい。これにしましょう。0.03。そうすると、こんな感じでます。ちょっとあの、地面が白だとわかりにくいので、なんか色変えましょうか。 なんか一個プロジェクトからマテリアル作りますね。マテリアルで、これをですね、ちょっと黒にして。で、これ、ニューマテリアルを、名前をブラックマテリアルにしましょうかね。ブラック。で、このブラックマテリアルを一個付け加えましょうか。普通にドラッグドロップで、このプレイにはめればいいって感じですね。で、こんな感じで。見えますかねちょっとちっちゃいけど。 スパークルしてるのがわかりますかね。で、これ、先行花火って白じゃなくてちょっと赤い気がするので、まあ色も変えられますね。このパーティクルシステムから、この白、スタートカラーのところですね。こちらを、まあ赤にしたり、赤だと思うんで、ちょっと白を混じった赤にして、ちょっとオレンジっぽくしますかね。はい、これで、どうでしょうか。ちょっとオレンジっぽくなりましたかね。はい、いい感じですね。で、これでですね、あとは、 ちょっと、下の方に行くとですね、トレイルズというのがあるんで、これ、チェック入れることによって、はい、ずっとこう、パチパチパチっていう感じで、あの、トレイルっていうのは、この、軌道をですね、書いてくれるので、こうやって、軌道もですね、表示させてますが、これだけだと、まだ、あの、マテリアルが入ってないので、ピンク色になってます。これ、このピンクはですね、エラーの色なので、でどうやってやるかというと、この、レンダーラーですね、 この辺はちょっとお決まりになってくるんですけど。必ずこのトレイルズつけるときは、このトレイルマテリアルも選択しなければいけません。いろいろとですね、ダウンロードしてここはめられるんですけど、いろんなパーティクルのね、システムあるので、それは,はめてもいいんですけど、今回デフォルトであるのを使いますね。この右側にですね、こう、選択できるので、これ一番左に持ってると見やすいですね。で、これでですね、デフォルトのなんかパーティクルがあると思うんで、 デフォルトのパーティクルシステム。これですかね。デフォルトパーティクルシステム。これちょっとクリックしましょうかね。はい。そうすると、ピンクが消えましたね。はい。いい感じだと思います。まあ、これも多分記事に多分書いてますね。これですね。トレイルズ。で、はい。まあ、ピンクで選んだので、これも同じですね。デフォルトパーティクルシステムを一旦使っていますという感じですね。どうでしょうか。これで大体、 できましたね。あと色変えるっていうのもここでやってますね。まあ、オレンジにしてますね、これは。はい、いい感じですね。まあ、これだけでも結構いいんですけど、まあ、ちょっともうちょっと加えるために、今度はこう花火が出たら、その花火の先もまた光るみたいなこう二重構想。こう花火がこう線が出てきたら、その線からもまたこう何かパーティクルが発動するみたいな、そういうのをですねやっていこうと思います。ちょっと線香花火もそうなってますよね。こう弾けた先でまた弾けるみたいな。 こんな感じのものを作っていきます。それではやっていきましょう。今度はですね、サブエミッターズというのをですね、つける必要があるので、このインスペクターの中から、サブエミッターズ、これですね、トレイルズの3つ上、サブエミッターズですね。これをチェック入れてもらってで、このサブエミッターズの中にですね、バースなんですけど、これをデスに変えてください。つまり、その、パーティクルが全部 あの、表示されて、消えるときに次のパーティクルを表示させるっていうふうにしたいんですけど、ま、その次のパーティクルまだ作ってないので、それを今から作りますね。これ、また、作りたいんですけど、このパーティクルのシステムの下にですね、また新しく作りたいので、このパーティクルシステム、右クリックで、エフェクですね。で、パーティクルシステム、選んでください。名前を、サブパーティクルとかにしましょうかね。 はい。で、このサブパーティクルを、この、親のですね、パーティクルシステムの、サブエミッションズの中、ここですね、サブエミッターズの中に入れると。なんで、これ、サブパーティクルをですね、ドラッグアンドロップで、この何のところにですね、入れておいてください。はい。これでですね、準備は完了ですね。じゃあやっていきましょう。書いてますね、ここにも。この、 親子関係をしっかり間違えずにやってくださいね。はい。で、設定周り書いてますね。これちょっとじゃあ順番にちょっと設定していきますね。この記事は後で YouTube の概要欄にも書いておきますので、まあそちらもしよければご確認ください。で私は一個一個やっていきますね。このサブパーティクルの方を選択した状態で、スタートライフタイムが0.02かな ?0.2。で、スタートスピードが1。 で、スタートサイズが0.02。で、カラー。ちょっとカラーはどうしましょうかね。ちょっと黄色っぽくしましょうか。はい。で、エミッションですね。エミッションを選択して、次はですね、レイトオーバータイムを0。で、この、プラスマークから、この辺のタイムとかを、 変えていきますが、0。で、カウントが5。なんか、すごい、ちょっと黄色い玉がいっぱい飛んでますね。で、えっ、ー、と、シェイプ。これが、スクエアですね。このシェイプを開いていただいて、これ、コーンじゃなくて、スフェアですね。で、ラディウスが、これ最小値。ですね。 で、トレイルズ。これも、チェック入れてもらって、でですね、このレンダラーのところの、はい、このデフォルトラインって書いてますけど、デフォルトラインではなく、このデフォルトパーティクルシステムに変えておきましょうか、はい。これで、ダブルクリックで、はい、変わりましたね。おこれで完成なんですけど、ちょっとなんか、 光がちょっと強い気がするので、軌道の長さがちょっと長い気がするので、この辺の微調整を少しやっていきますね。これは多分、パーティクルシステムの大元のですね、ライフタイムをもうちょっと短くしましょうか。0、2とかでもいいかもしれないですね。はい。この辺はちょっと微調整で作ってみてください。でですね、あとは、また、 スティックですかね今度は花火を持てるようにするということで、今、スティックないですよね確かに。ちょっとスティックは、まあ、このオブジェクト、今ダウンロードしたこのハンディファイアワークスの中のモデルズというところにもですね、一応入ってるんですけど、まあ自分で作りましょうか。リアルキーのですね、プラスマークから 3D オブジェクトでキューブを選択しましょうか。ちょっとでかいので、一旦ポジションを000に戻して、で、このキューブですね、これを一旦 スパークラーの中入れましょうかね。こういう感じで。で、これ、キューブだと良くないので、これ一応、ハンディファイアワークスはですね、モデルってなってるので、キューブじゃなくて、モデルにしておきましょうかね。で、このキューブ、モデルをですね、えー、X 軸を、0. 0.1。0.01ぐらいかな。そうですね。0.01。で、Y 軸も0.01。で、Z 軸多分0.5ぐらいじゃないかな。もうちょい。 小さいか。0.25ぐらいかな。まあ、5かあってもいいかな。はい。ちょっと長めに持たせましょうか。で、このハンディワイ、ファイアワークスちょっと一旦横に出しましょうあ、ちょうど5でぴったしですね。はい。いい感じですね、はい。こんな感じにしておきましょう。はい。でですね、この大元をも、あのー、持てるようにしたいので、この J スパークラーをクリックした状態で、アットコンポーネントでですね、 グラッバブルアイテムですね。こちら。グラッバブルアイテムをつけましょうか。で、ちょっとですね。コライダー判定もつけたいので、もう一個アットコンポーネントから、コライダーつけましょうか。ボックスコライダーでいいと思います。ボックスコライダーですね。で少し大きくしたいので、ボックスコライダーのサイズを揃えましょうかね。0. 1>, 1でしたっけ ?0.01 かな ?0.01 だとちょっと小さいかもしれない。ちょっと大きめに取ると0.15ぐらいにした方がいいかもしれないですね。で、y が、y もですね、同じように0.15ぐらいにして。で、z もちょっと大きくしましょうか。0.55ぐらいにしていただけると、y0.15 じゃなくて0.015かな。はい。これでですね、いい感じに。 ちょっと周りにコライダーがついたかなと思います。こっちもですね、周りについてるんですが、これもうちょっと大きいですね。もうちょっと大きくしましょう。このコライダー0.15じゃなくて 0.3? もうちょっと大きくていいな。5ぐらいにしましょうか。0.05ぐらいかな。これのコライダーは 0.1?0.1 あるのか。じゃあ0.1にしましょう。さあサンプルが0.1だったんで。 X も0.1ぐらいつけてもらって。これで同じぐらいのコライダーになりましたね。Z は0.55じゃなくて0.5でいいのかなはい。これでいいと思いますね。はい。あと、掴む場所にも、こっちにしてるんだ。グリップ部分。で、パーティクルシステムは、花火の部分ですね。なので、このグリップ部分を、 つける必要があるので、またですね、この J スパークラーのところ、右クリックですね。で、Create Empty。で、これですね、クリエイトエンプティでこれですねクリエイトエンプティでグリップつけおりましょう。はい。これも多分書いてますね。あ、これ i z k i n ティックつけてますね。重力で、あの、落としたくないので、すいません、もう一個ですね。ここ。レジットボディが自動的にですね、グラバーブルアイテム。 入れるとですね、出てくるんですけど、このイズキネマティック、これチェック入れておくことで、まあ、重力に逆らわずに落ちずに済むので、また、あ、これ例えば手を離した時にそのまま居続けてくれます。まあ普通、花火って落ちるので別にこれつけなくてもいいんですけど、まあつけた方がいいかもしれないですね。こう、先行花火をこう、どっかに刺すみたいな、ちょっと斜めに置いとくっていうのができるので、これイズキネマティックチェック入れておきますね。でですね。で、ボックスクライダーつけましたと。 この辺はできましたね。はい。あと、グリップの位置か。そうですね。グリップの位置はですね、今どこにあるかというと、この辺にあるので、0.25をちょっとこっち側に持っていきましょうか。z 軸を0.25としていただいて、でですね、これ、多分、マイナス180違うんですよね。この辺も見ていただくと、y 軸180回転させているので、この y 軸はですね、 この青い方向向いている方が前方となっているので、これを180回転させますね。Y 軸を180回転させれば、これで掴んだときに、しっかりと持っている感じになるかなと思います。あとですね、パーティクルシステムですね、これ真ん中書から出ているので、これもですね、ちょっとこっち側、0.25、下げておきましょう。Z 軸ですね。Z 軸をマイナス0.25にしていただけると、はい。3端からこう光が出て、後ろは持てるように。 なってるこのような感じでできたら大丈夫だと思いますね。あとはこのグリップ位置をその指定してあげる必要があるので、この J スパークラーの中のですね、こですねグラバブライティは今グリップが何になっているので、ここにですね、グリップをはめ込みましょうか。はい、これでいいんじゃないかな。これで完成ですね。これでもう全く同じ設定になったと思うので、実行してみます。そうすると、 ちょっと持ってみましょうか。下に落ちてる。こいつ、クリックすると。あ、持ってましたね。はい。で、こう、線香花火になってますね。いい感じですね。綺麗ですね。しかもなんか、オレンジの光から黄色のパティクルがパチパチとなってる線香花火ができました。ぜひですね、皆さんもやってみてください。落ちないですね。いい感じ。じゃあ、あとですね。 もうちょっと設定で、なんか、クリックしたら、花火が作動するみたいなのも多分できると思うので、まあそういうのもですね、記事にあるので、やってみましょうか、最後。手に持って使うと花火が火に付くようにするには、パーティクルシステムにセットゲームオブジェクトアクティブギミックを追加するということで、というわけで早速、このパーティクルシステムですね。親の方のパーティクルシステム。まあこれ一回実行止めてもらって、このパーティクルシステムに対して、 アットコンポーネントで、ゲット、セットか。セット、ゲーム、オブジェクト。これですね。セットゲームオブジェクトアクティブギミック。これを追加した上で、ターゲットの部分ですね。こちらをですね、グローバルではなく、アイテムですね。アイテムにしてもらって、キーをですね、ファイヤーアクティブにしてくださいって書いてますね。 じゃあ、ファイアーアクティブにしましょうか。ファイアーアクティブ。はい。ファイアーアクティブと書きました。で、これで、このアイテムのとこに何てないので、この J スパークラーですかね。J スパークラーを持っていきましょう。はい。これでできるのかなあ、あとそうですね。キーがあるので、キーを使って動かすためのターゲットの場所を指定しなきゃいけないので、 あ、あと、あれか。パーティクルが出てない状態にするので、最初、あの、花火は出さずにしておきたいので、非アクティブにする必要があります。なので、これも、パーティクルシステムブラックになってますよね。なんで、こっちのパーティクルシステムのもですね、非アクティブにしましょうか。この一番上ですね、インスペクターの中のチェックマークが外れてるので、このパーティクルシステムもですね、チェックマーク外しておきましょう。これでですね、デフォルトでは、 何も花火が出てない状態にできますね。はい。でですね、次。ハンディファイアワークス。私で言うと、このジェイスパークラーですかね。ここに、ユーズアイテムトリガーというのを付け加える必要がありますということで、このジェイスパークラーに対して、アットコンポーネントで、えっ、ー、と、ユーズアイテムトリガー。はい、これですね。ユーズアイテムトリガーというのが、クラスター側で用意されてますので、 これにですね、プラスボタン、これかなダウントリガーを一つ追加してくださいということで、ターゲットはディス。はい、な、ディスになってますね。で、キーは先ほどと同じ Fireworks ーー。f i r e ーアクティブか。f i r e クティブほい。で、バリューの項目でブールを選択しますと。はい、シグナルではなくブールですね。 非アクティブとかアクティブにする、このインスペクターの一番上のチェックを外すか外さないかは、これは true-false なので、ブール型ですね。なので、ブールに設定してください。で、チェックボックスにチェックを入れてください。これですね。はい。チェックを入れますと。ここですね。右下。チェック入れました。じゃ、これでいいんじゃないですかあとは、もう花火を使って、 非アクティブかアクティブじゃないか。これはクリックでできるっぽいので。スマホで入るときは多分クリックじゃなくて、多分使うみたいなボタンがあると思うんですけど。パソコンから入ってる方はですね、このマウス左ボタンですね。押します。左ボタン。ポチおー。しっかりとですね、クリックしたら使えるようになってますね。いいですね。はい。なので、ぜひ皆さんも 花火を作ってみてはいかがでしょうか今後もですね、こういった感じでいろいろと役に立つ動画発信していこうと思いますし、もし何か要望があれば全然そういうのもやっていこうと思いますので、コメントとかですね、書いていただけると嬉しいです。あとですね、ユーデミ y という有料のですね、プラットフォーム、動画で講座が学べるようなものにですね、2時間ぐらいですかね、このクラスターかける u n i t y でワールドを作ろう、世界を作ろうというですね、 講座出してますのでもしよければそちらもご覧いただけると幸いです皆様良い一日をお過ごしくださいチュースハローブーテンターク私中条隆之と申しますこの講座ではゲームエンジン Unity を使ってクラスターのワールドを作っていきます Unity で 3D の空間を作ったら m タバースプラットフォームクラスターでワールドを公開してみましょう スマホでこの公開したワールドに入りますとこのようにアバターで入ることができますそのアバターはスマホで作ることができますまたその作ったアバターでワールドに入ってですねぜひコミュニケーションもしてみましょう例えばチャット画面ではじめましてというとはじめましてということができもしかしたら他のユーザーもですねはじめましてと言って歓迎してくれるかもしれません私中条隆之と申しますぜひですねこの講座を使ってメタバースの空間をですね ではいかがでしょうか次の世界を作るのは君だぜひ Unity 入門クラスター講座ご受講くださいませこのチャンネルでは毎週金曜18時にプログラミングやテクノロジーが学べる動画を配信しています毎週月末の金曜18時にはテーマを一つ決めてライブ配信もしています知識が全くなくても 動画の通りに行えばプロトタイプが作れたり作ったプロトタイプを実際に発表する場を設けたりしていますまた現在は海外に住んでおりますので現地に住んでいる人を仲間にして短期間でその仲間たちとプロトタイプを作り発表したりもしましたそれから豪華なゲストをお呼びしてインタビューを行ったりもしています TSFCMTechSchool4ChangeMakers も運営しています詳しくは 概要欄の公式ページをご確認ください最後にチャンネル登録といいねを忘れずにご視聴ありがとうございました